境内の五郷遺跡被炎上院は、太宰府天満宮が安楽寺天満宮と呼ばれていた時の宿坊。現在は太宰府天満宮宮寺、西、高辻家の邸宅となっている。1754年当円天皇より安楽寺、炎上院ルスベット鳥居とに因号を貸菓されて、この名称になった。屋敷の前には大きな門構えがあるが、1834年に、 胸上げされたものである。屋敷の周囲の平和、築地塀と呼ばれるご本線の横筋が入った土塀であり、これは、行位の人物が住まう場所を表す。1865年2月には三条、耳、三条西末友、東久世道富、四条高唄、三部元東佐の五教が三年に及んで滞在した。三条、耳の滞在時には、西郷高盛、高杉晋作、 中岡慎太郎、田中光明、肘方久本、佐々木隆之、大山岩尾、村田新八、伊藤博文、木戸隆義、そう、月賞、江藤新平らが訪ねてきている。また、福岡の女流歌人であり、金農家でもある、野村望東にも、耳光に面会を求め許されているが、定前の案内看板には、坂本龍馬も訪ねたと記されている。 この園児王院は同じく、菅原道真を祀る築後の水田天満宮にもあり、久留米水天宮の宮司であった、牧田持信の弟である、大鳥居治兵衛が、水田天満宮に養子に行った先でもある。このことから、久留米藩の藩政改革で築序を命じられた牧は、水田天満宮で、近親生活を送っているが、ここには、築前福岡藩の平野国を見や、 老子隊を結成した清川八郎も巻を訪ねてきている。ありがとうございます。